始まります。中で今杉浦が競りましたが、バンバが落として延岡学園ボールです。フットガードの寺原、ベンドラメが中に入ってきました。最初ベンドラメがドライブから点を取りに行きました。バンバシュート、リバウンドを拾ったベンドラメ。ここに黒木がいて、ここはパスを回しながら間合いを図っていきます。ベンドラメは外からのシュートもあります。ここを逃げ出すと、はい、やっぱはまりますから、はい、ディフェンスが変わりましたね。これで今ゾーンになったの、ゾーンになりましたね、はい、この部分非常に大堀のペースでは今いってると思いますね。 2-3 のゾーンをドライブで割ってきました。ベンドラメ、ベンドラメはですからクォーターファイナルは接戦になったので40分フルタイムの出場を果たしました。30得点7リバウンド5アシストという立派な数字が出ています。ここ優位が取れればというところでしょうかね。そうですね、あの辺で1つ2つ取れると流れもできてくるんですけどね、はい、できればセカンドチャンス取りたい福大大堀なんですが、このベンドラメのドライブがここに来て少し効いてきています。セットでしっかり点を取ると20点差に広げることができます。10点差に広げることができます。これはどうか。ベンドラメが少しフェイクを入れて遠目から打ってきました。拾って、さあまた福大大堀の攻撃です。まあ、あとは結構地道なプレーなんですが、ベンドラメのディフェンス、佐古さん相当厳しいですよね。そうですね、効いてますね、はい、ゲームをふざけたは確実に点を取っています。さあベンドラメスクリーンからシュート、リバウンドバンバが取ります。バンバがフォローして、おっともう一回バンバ、どうするかを考えた方がいいでしょうね。そこもう少し激しさが欲しいんですが、まあ、これはそうはさせじと速いパスで崩してきました、まあ、いいファーストブレイクでしたね。おっと狙っていたベンドラメ得意のスティールからポイントゲットです。30対12大差がつきました。さっきもそうなんですけど、はい、わあ、これはでも外からシュートを打ってきましたベンドラメ、はい、これはベンドラメが走ってポイントです。あ、ですからコツコツ流れを作れるような攻撃、本当になんか思うのが向きになったり無理にならないけれども相手を上回ってきています。ここまでベンドラメ柔らかく置いてきた、リバウンド速いパスからベンドラメドライブ、そしてシュートを打ってきました。ちょっと捕まえた、ダブルチーム行ったんでそれを外してベンドラメ、ボールは収まりきらずに逆にバウンドパス寺原からベンドラメに打たせます。シュートを打ったのは1年生の杉浦です。走った、これで点を取ってきます。13点差まで詰められた延岡学なんですが、ここはポイントゲッターのベンドラメに点を取らせてきました。向かいたい福大大堀です。ファールの岩田はこの第3クォーターゲームに出てきました。ベンドラメ最初のシュートは外です。まあ、多分そこまで取れないですかね大堀が、はい、となるとやっぱり第3クォーター立ち上がるこのディフェンス、それこのリバウンド、先ほどのタイムアウトの両ベンチの指示です。高さを生かしたバンバのポストプレーから最後ベンドラメシュート、切って寺原強さを見せてパス、速いパスから、おっと、これもいいディフェンス、そして走った、走られましたね。ベンドラメこれで55点、20点差に広がって本郷コーチこのリアクションです。これは中入って黒ガードの次に1年生、この辺りのハツラツとしたプレーは大いに期待したいところです。手前でファールがありました。福大大堀13番、これが先ほど紹介した青木康則1年生、10月に行われましたアンダー16のアジア大会の日本代表プレーヤーです。まあ、ゲーム中に変なミスをしない、それから佐古さん、はい、フリースローの精度も延岡さすがなわけですね。そうですね、生まれそうな延岡、これが今18得点のベンドラメ、決めてきた、これでベンドラメも20点、生まれました延岡。このリバウンドもベンドラメが取って走ります。寺原動きながらここにベンドラメ、鋭い突破だ。